マグダレナ・リバリコバは、スロバキア・ピエシュチャに出身の女子プロテニス選手。2017年ウィンブルドン選手権女子シングルスで、ベスト4に進出した。WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス1勝を挙げた。身長180センチメートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス17位。 ダブルス50位。リバリコバは7歳からでテニスを始め、2005年にプロに転校した。この年からフェドカップにスロバキア代表として出場している。四大大会では2008年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場し、2回戦で第13シードのディナラサフィナに0から6、1から6で敗れている。全米オープンでは、 パティシュナイダーとの3回戦まで進出した。2010年全米オープンにて2009年6月のバーミンガム大会でツアー初の決勝に進出しリダを60-76で破り初優勝を果たした。2011年2月のメンフィス大会で2度目の決勝に進出し、レベッカ・マリーノの途中棄権により2勝目を挙げた。2012年8月のワシントン DC の大会で、 ツアー3勝目を挙げ、翌年の大会も連覇した。2013年大会の準々決勝で、当時9位のアンゲリク・ケルバーを7から6、3から6、6から3で破り始めて、トップ10プレイヤーに勝利した。リバリコバは2013年全米オープンで、第29シードに選出され4大大会で、初めてシード選手になった。しかし1回戦でラッキールーザーの、 パトリシア・メイヤー・ハライトナーに6から7、3から6で敗れた。2014年ウィンブルドン選手権では、アンドレア・ペトコビッチと組んだダブルスでベスト4に進出している。2017年ウィンブルドン選手権では4、大大会シングルスで初めてベスト4に進出した。準決勝では優勝したがルビネ・ムグルサに1から6、1から6で敗れた。 2018年前後をオープンでは4回戦に進出した。2018年3月5日付のランキングで自己最高の17位を記録した。リバリコバは2020年に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。